三うどんは、福岡県北九州市に本社を置く、株式会社資産が運営する日本のうどんチェーン店。1976年1月に、北九州市戸畑区土取町に、一支店が開店した後、1980年に、株式会社資産の前身となる、有限会社さぬきや食品を設立。以後、北九州市のほぼ全域に、ドミナント展開しており、若松区を除く、 各行政区に店舗を複数構える。2009年に、山口県下関市に初出店したのを皮切りに、北九州市に近接するエリアにも店舗網を拡大し、2020年6月末現在では、下関市の他に、宗方市、中間市、小賀市、行橋市,市、京都郡神田町、恩賀郡岡垣町、福岡市、春日市、田財布市、春す郡春す町、し町、 新宮町、飯塚市、田川市、佐賀県佐賀市、鳥栖市、熊本県菊池郡菊陽町で計47店舗を運営している。かつては全店で24時間営業を行っていたが、2016年3月から一部店舗で深夜営業を終了した。深夜休業店舗は午前9時開店、翌日午前0時、または午前1時で閉店する。 2015年7月7日に創業者の大西、秋氏が死去し、後継者問題などから、福岡銀行等が出資する、福岡キャピタルパートナーズが株式を取得した後、2018年3月30日付で、投資ファンドのユニゾンキャピタルが、全株式を取得した。ユニゾンは、さらなる広域展開を計画しているとされ、ショッピングモールへの出店や佐賀県への進出など、 店舗網を広げている、トリテント自丼とミニうどんのセット、ありがとうございます。